はい、今日は牛久市中根町にありますもつ煮のとんぺん食堂にやってまいりました。6号沿いですごい分かりやすい立地です。もうね、ここからいい匂いしてくるよ、してくるよ。ぜひ中に入ってみましょう。行きましょう。とんぺん食堂っていつできたんですか？2013年ってことは8年目。営業時間って何時から何時ですか？営業時間は、朝の11時から通しで夜の10時半だそうです。そう、あの昼休憩っていうかランチと夜の間の休憩ないんですもんね。ないですね。ね、今この時間が3時半だけどたくさんお客さん来てるし、まあ、場所が分かりやすくていいと思うんです。それはあります。6号沿いでいい匂いするし外からも。ありがとうございます。定休日っていつですか？週で休みはないです、ね、ない、はい、で基本的にはずっと毎日やってる。年末年始とか以外は。うわ、じゃあいつでもいいんだ。なんかとんぺん食堂といえばもつ煮のイメージが強いんですけど、他に何かおすすめメニューってありますか？他には辛口ホルモン麺。辛口ホルモン麺、はい、私多分食べたことないな。私何度か来てるんですけど。あ、美味しいですね。おいしい。僕は週のうち半分は食べてるかもしれないですね。店長自身が、はい、じゃあもうこれ皆さんにおすすめですね。食べてもらわないと。今まで2000杯以上は食べてますね。うわぁ、すげえ。じゃあ私も今日はいただいてみたいと思います。はい、ありがとうございます。すごいいい匂い。好きですか、もつ煮定食？私も大好きでございます。早速いただきます。ありがとうございます。それでは早速もつ煮定食いただきます。めっちゃいい匂いだよ。見てトロトロさがわかる。まずは何もかけずにネギと一緒にいただきます。これが良くない？ご飯にバウンド。トロトロ、トロトロ。全然もつの臭みもないし、この味噌の香りとさ、トロトロのもつ最高。一緒についてくる卵のスープやお漬物もご飯と最高に合うと思います。このね、味玉もついてくるので一緒に食べると美味しいと思うんですが、もつ煮といえば唐辛子も一緒にかけると美味しいと思うので、あいちゃん結構辛いの好きだからいけると思います。ご飯として食べるのもいいんだけど、やっぱりお酒のつまみとしても最高だと思います。でね、もつ煮が 4,5 人前の冷凍冷蔵のパックとちょっとちっちゃい 1,2 人前のもあるので、ぜひテイクアウトも OK なのでぜひ来てください。で、年末はすごくいっぱい注文が来たようなので、もう年末はできなかったそうなんです。これを見た放送の後、年始でございますので、ぜひおせち料理で落ち着いたお腹にガツンと栄養を入れてあげましょう。もつ煮定食美味しいよ。はい、うわうまそう。辛口ホルモン麺、はい、結構辛いです？でもそこまで辛くはないです。
でも結構ガッツリ。いただきます。それでは辛口ホルモン麺いただきます。おいしそう。辛いかな。辛いがこれよりもまずうまい。結構ねガツンとくるよ。うまいよ。うん、あっさりさっぱりというよりもこってりガッツリ。辛口ってもうすごい辛みがくるわけじゃなく、味のアクセントとして十分な辛さ、十分なうまみ、そしてコク、あとこのめちゃくちゃでかい肉、あ、柔らか。これもねさっきね店長の伊藤さんがおっしゃってたようにおすすめメニューで1週間に半分ぐらいは食べてるってことでした。このお肉もさめちゃトロトロなの。やっぱりねもつ煮といい、このチャーシューかなといい、トロトロ、コンペイ食堂の推しだと思う。スープもめちゃくちゃしっかりしててコクがある。母ちゃんこれご飯にかけたいな。朝元気ない時に飲みたい。みんなもつ煮定食とこの辛口ホルモン麺以外にもたくさんたくさん美味しいメニューがあるのでぜひ食べに来てください。みんな待ってるよ。今後とん平食堂さんがこういう風になっていったらいいなという展望野望ってあります？野望じゃないですけど、うん、まあ、まだ8年目なんですけど、うん、まあ、今後50年60年って、まあ、ずっと続けてられる牛久の老舗になればいいかなと思う。ああ牛久さん、ああとん平食堂があるとこだねって。ああそうなったらいいですね。時々昼間来て食べて飲んでる時もあるのでよかったら声かけてください。ぜひまたねこういう風に放送していただいてたくさんの人に来ていただきたいと思うので、はい、これからもよろしくお願いします。美味しいご飯をいつでも提供してください。お待ちします。店長の伊藤さんでした。みんな待ってるよ。とん平食堂さん本当にごちそうさまでした。とっても柔らかいとろとろの美味しいもつ煮定食と辛口ホルモン麺、もうね食欲をねめちゃくちゃそそられる辛さ、そしてやっぱりトロトロのホルモンとお肉めちゃくちゃうまかったです。ぜひねこの分かりやすい場所だし昼間から夜まで休みなくやってるのでみんないつでも来れます。基本的にはお休みはなしということです。年末年始はお休みがあったようですけれども皆さんこれからずっと来れます。私たちが取材している時もたくさんの人がお持ち帰りだったりとか、あのまあ、食べててもちょテイクアウト、そしてあとパックになってるものを何個くださいとかおっしゃってたのでたくさんの方々が来てました。ぜひ皆さんも食べたことない人いたらとん平食堂食べてみてください。ではごちそうさまでした。また来ます。